JA 共済連佐賀は児童や生徒が安心して通学できるように毎年この時期に県交通安全協会に指導旗を送っています。指導旗は交通安全指導員が横断歩道などで使用する旗で、今年は900本が贈られました。また旗には点灯・点滅式の LED ライトとホイッスルがついていて、朝や夕方の薄暗い時間帯でもドライバーや子どもたちに注意を促すことができます。以前から佐賀県内は交通事故が多いというふうに聞いています。ぜひ今回の横断旗を活用いただきまして、特に子どもさんたちが事故に巻き込まれないように願っております。県内では去年、徒歩や自転車での登下校中に51人の小中学生が交通事故に遭ったということです。